ミシガンジュン州、ミシガンジュン州、ミシガンジュン州 A、ミシガンテリトリーは1805年6月30日から1837年1月26日までのアメリカ合衆国の自治的領域である。1837年にアメリカ合衆国第26番目の州に昇格し、ミシガン州となった。ジュン州の首都はデトロイトであった。 ヨーロッパ人の到来とともに、ミシガンはまずフランスの植民地に、続いてイギリスの支配下に入った。アメリカ独立戦争に続いて、アメリカ合衆国のいくつかの国がこの地域の領有権を主張していった。1779年、バージニア国はミシシッピ側の東、オハイオ側の北、アパラチア山脈の西のすべての領土をイリノイ軍として軸に属するものとした。 しかし、あらゆる実務面を遂行するはずの軍政府は、実際には大きな川沿いにあった、元フランスの開拓地を支配するに止まっていた。他の国、ニューヨーク、コネチカット及びマサチューセッツの各方もこの地域の領有を主張することになった。最終的に領有権主張していた各方が、その主張を取り下げ、1787年、アメリカ合衆国議会は、 北西部領土を創設した。この時、後に、ミシガン州となる領域には、自治的な組織がなかった。1790年6月20日に、ローアー半島の西半分とアッパー半島の大部分を含む領域が、ノックス軍となった。1792年、オハイオのハミルトン軍が拡張され、ノックス軍に含まれていないローアー半島の東軍を、含むことになった。 1796年8月15日、ウェイン軍が、ノックス軍とハミルトン軍から分離して創設され、現在のミシガン州の大部分とオハイオ州、インディアナ州及びウィスコンシン州の一部を含むことになった。1800年ミシガンの西半分はインディアナ巡州に付属することになり、北西部領土とは別の新しい政府が作られた。ウェイン軍はミシガンの東半分に縮小され、 北西部領土の一部に止まった。ノックス軍はインディアナ巡州に移され、1801年、その領域は、ローア半島の西部大半とアッパー半島のほんの一部となった。インディアナ巡州のセントクレア軍が、アッパー半島の西部とミシガン湖に沿ったローア半島の小さな領域を含むように拡張された。1803年、オハイオがアメリカ合衆国の州に昇格し、 ミシガンの東半分はインディアナ順州に属することになった。この時に、それまでのウェイン軍は存在を終え、新しいウェイン軍がノックス軍及びセントクレア軍から創出され、ロワー,ー半島の全部、アッパー半島の大部分、イリノイ州、インディアナ州及びウィスコンシン州の大部分を含むことになった。1805年1月11日に、 アメリカ合衆国議会で成立した法律により、ミシガン領土が創設され、その年の6月30日に施行された。この法律では、領土の境界を、インディアナ順州の一部で、ミシガン湖の南岸屈曲した地点から東に、エリー湖まで引いた線の北側、前日の屈曲した地点から北に、ミシガン湖の中央へ引いた線の東側、及びアメリカ合衆国の北の国境より、 南側の地域を吹くとされた。初代巡州知事、ウィリアム・ハルは、ウェイン軍を廃止し、彼自身の考えで、新しい地域を作ったが、短命に終わった。1815年に知事となった、ルイスカスはすぐにハルの決めた区分を取り消し、ミシガン領土内のすべての領域を3回目の、ウェイン軍として、再設定した。領域内の土地は、1807年のデトロイト条約により、 すべてインディアンからの割動が終わっていた。米英戦争の間、1812年8月16日に、イギリス軍のアイザック・ブロック将軍によって、デトロイトが落とされ、ミシガン領土は名目上アッパーカナダの一部となった。8月24日、デトロイトトリデ守備軍の指揮官ヘンリー・プロクターは、現行放下の市民政府の継続と、プロクターが知事を代行し、 オーガスタズ・ビーウッド・ボードが主席判事と秘書官を兼ねること宣言した。1813年2月4日、プロクターは市民政府を閉鎖し、戒厳令を発した。1816年にインディアナ州が、1818 18年にイリノイ州が成立すると、その領域の残された部分がミシガン領土に併合された。この時に、 ミシガン領土の三十軍区に相当する地域が、インディアナ州がミシガン湖へ接するようにするために活譲された。その後まもなく、連邦政府は急速にこの地域のインディアンと条約を結び、その土地を獲得していった。1824年、ミシガン領土は合衆国の領土としては、第二番目の段階である準州になり、行政権は知事と人握りの判事から市民に移譲された。 市民は、準州議会の代表18人を選出し、この中9人が、アメリカ合衆国大統領に承認され、1824年6月7日に、最初の議会が開かれた。議会定員は1825年に9人から13人になり、大統領は26人の候補者の中から13人を選んだ。1825年には、エリー運河が開通し、 ニューイングランドやニューヨーク州の開拓者がオールバニから水路でミシガンに来ることが可能になった。1834年、ルイジアナバイ州で獲得された土地の中、まだ活用されておらず、ミズーリ側から東の領域すべてがミシガン準州に付属となった。大まかに言って、現在のダコタ州、アイオワ州及びミネソタ州である。公式にはミズーリ州の北で、 ミズーリ川とホワイトアース川の東と呼ばれる地域であった。この時点でミシガンジュン州は今日のミシガン州、ウィスコンシン州、アイオワ州、ミネソタ州及び南北両ダコタ州の大部分を含む広大なものとなった。一方、1835年にトレドストリップと呼ばれる細長い領土をめぐってトレド戦争と呼ばれる論争がオハイオ州との間に起きた。 結局トレドストリップはオハイオ州に割上され、その代わりにミシガン準州はアッパー半島の西側を確保した。北西部条例に基づく領土の中では奴隷制度が禁止されていたが、イギリス人やフランス人住民は領土が組織される時点で所有していた奴隷を持ち続けることを認められていた。1810年と1830年の国勢調査では、 領土内人口に二桁の比率で奴隷がいたことを、示しており、多くの場合、アフリカ系アメリカ人よりも奴隷にされたアメリカ州の、先住民族であったと信じられている。1836年7月3日、ミシガン州設立の準備のために、ウィスコンシン巡州が創設され、現在のウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州およびリョダコタ州の東半分が、切り離された。 ミシガンは1837年1月26日に州に昇格した。この時、それまでの数年間ミシガンの州昇格の障害となっていたアッパー半島の奇数についてトレドストリップの紛争解決の見返りであるモントオール側から西が州都として認められた。州都はデトロイトであったが1847年3月17日にランシングに置き換えられた。 州章各自の人口は約20万人と見積もられているが、これは北西部条例で規定されていた6万人をはるかに超えるものであった。ミシガン州となった領域は古くイギリス領であり、1783年にアメリカ合衆国領となったが、実際にはこの地域の先住民族に所有されていた。その土地の大半は活上。 無理強いあるいは他の方法で獲得された。アメリカ人が入植する以前の住民は、オタワ族、ポタワトミ族、オジブワ族及びワイアンドット族であった。土地活譲の条約は1795年のグリーンビル条約から1842年のラ・ポアン条約まで複数あった。他の顕著な条約としては、1808年の春、知事の条約、 1819年の詐欺の条約、1821年と1833年の2つのシカゴ条約、1828年のキャリー施設団と1836年のワシントン条約、及び1837年1月4日の条約であった。広大な北西部領土の時の一部であった。 ウェイン軍はいくつかの段階を経て分割され、現在の広さになっていった。1817年には、モンロー軍が作られ、1818 18年には、ミシリ・マキナック軍、後のマキナックとマコーム軍が、1820年には、セント・クレア軍とセント・ジョセフ軍が、1822年には、ウォシトノー軍が作られた。1826年には、マキナック軍からチッペワ軍が分かれ、 またマキナック軍からは他にも4つの軍が分離され、一部はミネソタ州に移譲された。ウェイン軍の中に位置したデトロイトは1802年に最初の軍区になった。他に領土時代に創出された軍として1818 18年の昭和の軍があり、後にクローフォード軍と呼ばれたが、今日のミネソタ州の多くを範囲に含めていた。1819年に作られたオークランド軍は、 あとに、ジェネシー軍、ラピア軍、サニーラック軍、シアワシー軍及びサギノウ軍に分割された。サギノウ軍はさらに分割され、八つの軍となった。そのうち、イザベラ軍、アリナック軍及びミッドランド軍は、巡州時代に作られた。元インディアンの土地であったところに1822年、レナビー軍が作られ、1829年にはヒルズデール軍が分離された。 レガビィー軍の他の部分はカス軍とベディエン軍になった。ブランチ軍は1829年にミシガン巡州から作られた。セント・ジョセフ軍から1829年に分離したカラマズ軍は西ミシガンの大半を領していたが分割され、さらに再分割されて多くの軍になった。アレガン軍、ベアリー軍、カルフーン軍、イートン軍、イオニア軍、モンカーム軍、 ケント軍、オタワ軍及びクリントン軍である。これらのいくつかは、巡州時代の喪失であり、残りはその後である。ジャクソン軍とインガム軍は、ボシュトノー軍から1829年に喪失された。サギノー軍からできた、イザベラ軍とミッドランド軍は1831年の喪失であった。クラチオ軍は1831年に、 サギノー軍とクリントン軍の一部を合わせて創出された。1829年に作られた12軍のうち、7軍はアンドリュー・ジャクソン内閣の閣僚の名前をもらい、1軍はジャクソンそのものの名前をもらった。あとに、ウィスコンシン州に入るワイオワ軍は1831年に作られ、その一部はアッパー半島のケウィーノー軍としてミシガン州に戻ってきた。 ミシガン領土に1818 18年に作られたブラウン軍は今日のウィスコンシン州の大半を含むものであった。ミシシッピ川の西、ロックアイランドの南にはデューブク軍とドモアン軍が1834年に作られ、1836年にウィスコンシン順州に移譲された。この地域は後にアイオワ州となった。 1834年に作られたミルウォーキー軍も1836年にウィスコンシン巡州に移譲された。以下の国勢調査人口には先住民族の大半が含まれていない。アメリカ合衆国憲法第一条第二章でインディアンには課税しないとしたからである。1800年、北西部領土全体で43,365人だった。北西部条例の下では、 人口が6万人を超えた時州となることができるとしていた。1805年から1823年、ロードの最高裁判所判事は、アメリカ合衆国上院の同意に基づき、アメリカ合衆国大統領により指名された。その任期に上限はなかった。1823年、アメリカ合衆国会員は、ロードの政府を再構成する法律を可決し、 ハンジの任期は4年間となった。1819年、ミシガン領土はアメリカ合衆国議会へ送る代表の選出を認められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。